ロート製薬公式 YouTuber のネバセイココロです。弟のオトです。オトくん、はい、このチャンネル先日2周年のお祝いをしまして、うん、いよいよ3年目に突入です。イエーイ、本当にたくさんの方に支えていただいてここまで来れました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さてこのチャンネルも2年の歴史が生まれたということで、今回は特別企画を用意しました、うん、題して心チャンネルバイロート理解度チェックテスト。おー、というわけでね、これから2人でテストに挑戦していきます、はい、テストの内容はこのチャンネルに今まで登場した会話や出来事などチャンネル愛があれば解けて当然の内容となっております。はい、まあ、頑張って100点を目指しましょうという企画ですね。なるほど。まあ音は当然自信あるよね。いや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 、言うて僕も編集やってますからね。本当にね、3年目になってね、声張り気味できたもんね今日ね。いやもうそうです、いや気合い入れていかないといや本当に私も満点取るし、もちろん見ているネバ社員の皆さんも100点目指して頑張ってくださいね。満点以外私絶対許しませんから。はい、じゃあ今のちょっともう関西弁でもう一回言ってもらっていいですか。いやなんで関西弁なの。みんな絶対100点取らない。お姉ちゃんじゃない、社長ほんま許さへんからな。100点取るで。はい、いただきましたさて今回のテスト問題は先輩社員であるさとちーさんに作ってもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。さとちーさんは広報部の私の先輩で、今回動画に出演するにあたって私がデザインさせていただきました。ドン。はい、見て、かわいいでしょ。かわいい。いやみんな、私こういうお洋服のデザインもできるんだからね。いいですね。ダサいと思わないでね。ダサくないでしょこれ実際に。かわいいよ。でしょ、これは率直に。おう、おう、私もこういう服を着れば。意外だわ。大丈夫なんじゃないかな。え、しかも問題もね、作ってくださったということで。大変だったんじゃない、だって2年分だよ。めちゃくちゃ大変だったとお話聞いております、ね、でこの後採点もやっていただけるということで本当にありがとうございます。なんとありがとうございます。しかもね、今回は2周年のお祝いということもあって、テストの点数が高かった方にロート製薬からなんと商品の詰め合わせをプレゼントしてもらえるそうです。え、本当に。本当なの。え、すげえ。え、もう絶対欲しいから、私も絶対負けないよ。絶対勝ちます。もう本当に勝利譲らんから、マジで。いや負けません、これは。さらにですね、皆さんまだあるんですよ。まだあるの。そう、まだあるの。立てかけていくよ、私は。立てかけていくあれ、立てかけていくって言わない。まあいいや。その商品詰め合わせと同じものをですね、いつも私たちを応援してくれているネバ社員の皆さんにもプレゼントしてもらえるそうです。おー、すごい。詳細は私のツイッターをチェックしてください。はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではね、早速テストを開始していきたいと思うんですが、用意は大丈夫。もちろん、いつでもいいですよ。いいですね、その心意気。ネバ社員のみんなもね、ぜひ解いてみてください。それではいきますよ。よっしゃ、よーい、スタート。はじめ。名前書くとこがない。名前はでも上の方に書いとこ字間違えたら0点だからね。書けるよね、自分の名前くらい。あー、ちょっと待って、面白あ、いやでもこれはあ、こっちとこっちどっちだ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、これはでもこうだけど、ちょっと最初っ、まあ私これ余裕だわ最初はね。いやでもこれはこうだな。え、ちょっと見つけてよ、ちゃんとテストだからねこれ。でもこれはこうでしょ。え、これ音わかんないよ絶対。いやー自信あるぞ。よし、終わった。はい、できた。いいね、もういいね。もう大丈夫。はい、ということで2人とも終わりでーす。はい。さてテストの採点終わって、今問題が手元にあります。ちょっとお互い、はい、テストの点数を予想しましょう、うん、どうですか。いやいやいや、手応えはあるよ。いや私もあるよ、もちのろん。ほんと、何点ぐらい。そうだな、まあ100点はあるとして、まあ加点、
ちょっとあの芸術点とか技術点プラスして、まあ、105点ぐらいかな。105点ぐらいはあると思います。あとはすごいね、うん、これ俺の回答が満点じゃなかったら多分動画の方が間違ってるかな、うん、おお、そこまで自信言っちゃう。じゃあお互いに見ますか。見るか。はい、いきますよ。せーの。じゃあ1問目からやってく。私1問目正解してるけどどうだった。お、そうなの、うん、俺はね間違ってるねあーダメだよこれ間違ったら。いやちょっとなんかあの他の動画と勘違いしてて、4番のやつが、うん、あれどこだったっけなと思って、禁断のデスク紹介してみたってやつね。勝手に新しい方のなんか姉ちゃんのその、うん、内部事情を公開したみたいな内容だと勘違いしてて、だから新しめだと思っちゃった。いや何内部事情を公開したって。いやよくあるの。違いますよ、めっちゃ古いよ。で2問目がですね、ちょっと私出生地間違ってた。え、俺どっちも間違ってるよもうダメダメじゃん。私の動画見てないでしょ。私がロートのため池って書いてたので本社が抜けてたから多分ダメだったのかな。あー、俺出生地がグランフロントだと思って。いや、現住所うち。てかうちって何なの。ネバシーの現住所うちって何。どうでもいいなと思って。我が家。そう。いや、いないわあんた、いないと分かってるでしょ。いや、だってあいつどこでもいるじゃんまあね、次3問ね。エンターキーですね。エンターキー強く叩きがち。はい、私これ正解してる。キーボードって書いちゃったね。あー惜しいね。キーボード。これは範囲広すぎるわ。で次2問目がコピー機に原本忘れがち。あー、もうこれはね僕正解してますよ。クソ、え、本当に。いやだってコピー機に忘れるものっつったら原本でしょ。じゃあ3番目ね。ほぼほぼ終わってますは全然終わってないよだって。はい、これ来ました。やりました。音、嘘、あったの。これはね覚えてたえ、すごい。私、あ、宴って書きました。宴は全然宴は全然終わってないよって。まあそうだよ宴はねじゃあ4番目ね。節分の豆うまー。え、なんて書いた。鳩にあげがち全然違うじゃん。私さ、美味しいって書いたんだけど。違う。私が読むなら美味しいなんだけど。ネバシーを美味しいって言わないんじゃない。私が言わせればいい、いい話だしね。じゃあ次5番目。 V ロートプレミアム最高。あー、へー、あ、そうだったんだ。何書いた。生ビール最高って書いてある。あ、一緒一緒。日本酒最高って書いてある。日本酒最高。いやこれ考えること一緒じゃんあ、でも日本酒あるあるですよ。日本酒あるあるじゃないわ。ネット4問なんだけど、第1回音を生まれ変わるなら何になりたいかという質問において音の答えを予想した心は何と回答したでしょう。正解は桜の木あれ私んあ、そっか。え、でも私回答木って書いた。一緒じゃない。桜の木、うん、答え何考えてこの発言したの。怖っ。なんでだろうね。怖いわ。なんでだろう、わかんない。でも木だとは思った。なんて書いた。生まれ変わっても私の弟ちょっと待って、言いそうじゃん生まれ変わっても私の弟になりなよみたいな。あ、言いそうだな。で次5問目ですね。関西ローカル番組をイメージした架空の番組なにわの心。動画内では今時男子のお買い物事情について特集しているが、動画の最後で流れる次回予告では何を特集すると予告しているか答えよ。で答えが大阪のおばちゃん必見アメちゃん特集。え、私めっちゃ惜しいよ。おばちゃんがよく持っているアメちゃんの種類。俺正解してんの。え、嘘俺大阪のおばちゃんがくれるアメちゃん特集って書いて正解してる。え、ちょっと待って。あ、え、ダメなんですかこれ。では、問い6ですね。これは音の絵ですね、全部。以下の写真を。え、嘘。これ全部俺の絵。うん、写真を見てそれぞれ何の絵か答えなさい。これ2番3番は姉ちゃんの、ね、絵じゃなかった。違うよ、あなた。あなた自分が描いた絵も忘れたの。え、いや、2と3。え、ちょっと待って、2番って私1番がメンソレータムリトルナースマークちゃん、2番が太陽の塔、3番がキズナアイさん、4番が私ネバセイココロとなっております。はい、ちなみに私これ全部正解しております。俺も全部正解。はい、じゃあ特に、意見もなしということで次に行きましょう。
問い7、ブラック上司の攻略方法で披露した定時帰宅術を3つ答えよ。忍び足、シャットダウン、スマブラ。いや、ごめんなさい、申し訳ありません。これに関してはちょっとあの動画を見直したいと思います。そうだね、そうですね。いやでもそうだよ、はい、撮った。いや撮ったね、撮ったよ、やったよこれ、うん、いや言われたらそうだったそうだったって思うんだけど。次8問目、ラップ、企業系ラップモンスター現るという動画で、うん、心と音はそれぞれ何という肩書きで紹介されたか空欄の部分を答えよ。なにわのスキンケア娘心で、音なんだけど、翡翠のサイドバック音。そっか、いやなかなか惜しいね2人ともね。9問目、大阪弁女子はこんなにも可愛いねんのサムネイルに適した文字を書きなさいという。で、私は横書きにしちゃったのでマイナス2点。あ、うん、惜しかったって書かれてますね。俺マイナス7点なの2日連続で遅刻してもうた。そう言っているようにも見えますね。2個マークがついてるんだけど腹立たしい。いやーやっぱりなんだそれは。3点も上げてるんですか。ちょっと待って、これが芸術点というやつだよ。いやいやいや何がそう言っているようにも見えますねだよ。10問目、ラスト。はい、ラストです。みんな大好き裁判のやつですね。あー、そうだ、そっちだね。え、一緒じゃない、多分上水玉でしょ。いやそうなんだよ。で、下フリフリスカートでしょ。なんかちょっと違うなと思いながら、私もあ、どっちかなと思ったんですよ。でもダッサいもんなって思って書いて。いや、ダサくないよ。私にしたらどっちでもフォーマルなんだ。じゃあこれはミスった。せーの、ペラリ。えい、あぁ、ちょっと待って37点、149点です。49点とあー49か、あれおかしいな。どっこいどっこいじゃん。どっこいどっこいじゃないわ。あ、でも私が勝利ということですよね、これはね。まあそうだね、点数的にはね。もう予想の半分も読んでないけどいや、もう仕方ないよ。私が49点、音が58点。何言ってるんだ、30?37 点です。はい、37点ということで、この勝負でのせい心の勝利です。イエーイ、めっちゃ嬉しい。おめでとうございます。これで私詰め合わせポー、セットもらえるんですもんね。あー、そうだよ。やったやった。こんな点数で。いや、もうもちろんもらえるよ。それは勝利勝敗だから。これはお預けでしょう。勝負だから。これは、いや、これはサトチーさんもがっかりだよ。いや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 、がっかりしないで、がっかりしないで。皆さんにもね、ぜひね、あの詰め合わせセットプレゼントしてもらえるそうですので、うん、ぜひ私の詳細ツイッターを見てください。ということでね、皆さんにもこの詰め合わせロート製薬の製品の詰め合わせセットが、プレゼントしてもらえるということだそうなので、うん、私のツイッターを詳細で見てください。何言ってんだ、もう下手くそな。何、どうした。ちょっと待って、まとめが下手くそ。関西弁で言った方がいいんじゃない。関西弁で言った方がいいかもしれない、うん、きっとそっちの方がうまくいくよ、うん、というわけでみんな、あのな、私のじゃない。というわけでみんな、あのな、ちょっと待って、あのな、が定型文になっちゃった。まとめますね。ちょっと待ってください。ちょっとまとめる時間ください。あのいいよ、うん、まとめて。ロート製薬の製品詰め合わせセットが、皆さんネバ社員にもプレゼントしてもらえるそうなので、私、詳細は私のツイッターをぜひともチェックしてください。はい、グダグダになりましたが、これが私のチャンネルです。皆さん今後ともよろしくお願いしますお願いします。じゃあみんな、バイバイ。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。おすすめ動画を見ねばと思った人はこちら、チャンネル登録をせねばと思った人はこちら、 Twitter を見ねばと思った人はこちらをチェックしてくださいね。ネバネバ言いすぎと思った人はグッドボタンをよろしくお願いします。